電気親父です。天井の配線を紹介したいと思います。こちらの電線を使用して配線していきます。最近ではこのような細い車用の電線が切り売りしているので、私も今回こちらを発色使用して配線をしていきたいと思います。まず配線を行う前に色を何に使うか決めて、どの位置に何を取り付けるか、このように決めていこうと、作業がスムーズにいくと思います。今回使用する材料としては、ヒューズを各機器に取り付けるのと、ギボリシ端子や、あと配管材ですね。狭い場所を保護するために使います、配線を。では、スパイラルチューブですね。こちらも保護したり、縛ったりですね。あとは、テープ類。今回組み込んでくるのは LED のテープライトなどがメインです。こちらを、エーモンのリレーや、あと、フィリップフロップリレーですね。何箇所かで、のスイッチで入り切りできるようなリレーになります。あとは、こちらのエンジンスタートボタンも中古で購入したので、こちらを照明のスイッチとして使ってみたいと思います。あと、このように電圧計や調光スイッチ。こういった商品を組み込んでいきたいと思います。まずはリアハッチの配線をしていきたいと思います。こちら側から配線をこの穴に入れて、ここから取り出して、リアハッチに配線していきます。こういった中は、どのようになっているかわからないので、できれば、このように配管材や、スパイラルチューブなどで、保護した方がいいと思います。今回は、以前の動画で紹介した、ヘララップの方を使っていこうと思います。配線を通したら、ここにヘララップのチューブを差し込んでいきます。このように巻きつけるよりも簡単に入れることができます。ではこれを通していきたいと思います。距離が近いので、とりあえずは配線ツールを使わないで通していこうと思います。バラバラにならないようにだけ配線をまとめます。中は尖っているかもしれないので、手袋はした方がいいと思います。このように通すことができます。次はハッチの方を紹介します。次に車のこちらの扉の蛇腹管の方に配線したいと思います。今回はこちらのエーモンさんのツールを使っていこうと思います。通しやすいよう、このように配線の方は少しまとめて、ここにツールをつけていきます。
では通していきます。なんとか通すことができました。あとは戻して完了です。次にカメラの配線をこの穴からこの穴に配線していきます。こちらも配管したかったのですが、コネクタが大きくて入らないので、スパイラルチューブで全て保護しました。またエーモンのツールを使っていきます。エーモンさんの工具を使ってなんとか配管は通せました。配管を通す際にはこのように斜めにカットしておいた方が通しやすいと思います。では線を通していきます。通りやすいよう頭をまとめます。以前の動画でビニールテープ巻きでは紹介しましたが、ビニールテープを切る際にはこのように巻いた後、最後は押さえて
ひねるようにすると次が取りやすくなります。では通していきます。前の方も進めていきます。こちらがもともと車にある配線になります。こちらが今回私が配線した配線です。また同じようにヘララップを使い配線していきます。ヘララップの工具を電線をこのように通します。通したらここにヘララップを押し込んでいきます。このような感じですね。で、進めていくとこのように簡単に入れ込むことができます。次に取り外し可能のバンドとしてスパイラルチューブを使います。このように少し短く切って、で、元の配線に巻きつけていきます。このようにねじっていくと、はまっていくので、簡単です。このような感じになります。このように車体のもともと開いている穴を利用する場合は、私はこのような自在ブッシングを使うようにしています。こちらは大きさが自在に変化できるのと、このように溝になっていて、その間に粘着剤がついています。このようにはめていきます。丸だけではなく楕円などもうまっすぐなところでもはめることができます。サイズは3種類ぐらいありますが、私は一番大きな 3.2 ミリを兼用で使っています。で、場合によってはこれがはめられないぐらい小さかったり、ない場合には厚手のテープなどを貼って、で、カッターなどで穴を開けて折り込んで、このようにして保護したりもしています。次にピラーの方の配線をします。今度はこちらのスパイラルチューブを使って元々ある配線に新しい配線を保護しながら絡めていきます。とりあえずはこのように巻きつけていきます。で、元の配線で絡められそうなところがあったら、そこにスパイラルチューブを回して絡めていきます。
このような形です。で、一回絡めたらまた新しい配線だけをこのように巻きつけていきます。で、また固定できそうなところがあればそこでまたスパイラルチューブを通します。このような感じですね。一回通してまたあとは新しい電線だけを巻きつけていきます。このようにスパイラルチューブは自分の電線を保護しながら他の支持物に絡めて支持材としても使うことができます。結束バンドなどですとこのように動きがなくなってしまいますが、スパイラルチューブだと後からこう動かすことができます。こちら側は電源を配線しています。テレビアンテナなどの弱電線はノイズが走らないよう右側のピラーで配線しています。アンテナ線は右側のピラーで配線しています。電源線とは分け、できるだけ距離を取り、ノイズの影響を受けないように配線しています。このような動画を上げているので、よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございます。